春木駅は大阪府岸和田市、春木若松町14-6にある南海電気鉄道南海方位線の駅。駅番号は NK22。岸和田競輪場の最寄り駅となっており、競輪開催時には2005年11月27日の開正までは昼間時間帯のみ、和歌山市発着の急行が臨時停車していた。なお、春木駅に停車する急行電車は、 一般の急行電車と区別するために、行き先案内番頭では、急行の両側に白線を付し、急行マイナス、という案内表示がなされていた。稀に運転される、当駅始発の臨時急行、及び2017年1月28日の改正で、深夜時間帯に設定される、ナ波発急行泉佐野行きは、当駅に停車し、この案内表示が使われる。空港急行 区間急行は全列車が停車する。空港急行が停車する理由は、空港線開業時に、泉佐野駅、羽倉崎駅折り返しの急行が、空港急行に変更されたためである。日中時間帯には、周辺の急行停車駅と事実上同格の駅となっているにもかかわらず、行き先案内表示機などは設置されていない。またラッシュ時に運転される急行が当駅を通過する。 関係で、ラッシュ時は、日中より、停車本数が少ない時間帯がある。和歌山市方面乗り場2017年に、廃止された南馬方面乗り場普段は使われない、臨時乗り場端式、島式の複合型に面3線のホームを持つ、地平駅である。改札口は上下線のホームごとに独立しており、入場後のホーム同士の往復は、不可能。南馬方面行き駅舎には、 臨時改札口もあったが、2017年に、この改札口の跡地に上り駅舎が移設された。トイレは設置されている。単式ホームが1番線、島式ホームが2.3番線となっている。3番線は、和歌山市駅方が行き止まりとなっており折り返し列車用となっている。3番線はもともと、軽 d 輸送時の臨時列車に対応するために設けられていたと思われるが、 ここ最近は使われていなかった。しかし、2005年11月27日のダイヤ改正では3番線に発着する当駅始発の準急普通が設定された。そのため、展示タイルの貼り付けや再整備が3番線で施行された。有効長は、下り1番乗り場と上り2番乗り場は8両編成、折り返し上り3番乗り場は6両編成である。 三番線ホーム西側には、業務用車両を留置用の側線がある。2019年時の1日平均乗降人員は14,736人で、ある。各年時の1日平均乗降人員数は、下表の通り。駅の北側に、長崎屋を各テナントとする、ショッピングセンターがあり、その北隣に、岸和田競輪場がある。駅の南側に、商店街が、 東西に伸びる。かつて駅の東西を結ぶ古戦橋があったが廃止された。ありがとうございます。